本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより2020年度終了公演研究家による騙しのメソッドをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりご覧ください。もしもし、ホタルです。こんな時間にごめんね。最後に、勇気の声が聞きたくて、電話かけたんやけど、留守番電話になっちゃった。残念やけど、仕方ないか。勇気、今までいろいろありがとう。中学、高校、卒業してからもずっと親友でいてくれて、私が辛い時や悲しい時、いつも親身に相談乗ってくれて、どれだけ救われたことか。でも、もうダメな。悪い男に騙されちゃって、すごい借金作っちゃって、もうどうにもできんくなっちゃった。私もう生きていけない。せやからね、ゆうき、こんな私を許してね。ゆうきは幸せになるんよ。それじゃさよなら。とんでもなく偏僻なところやな。駅は無人やし、駅前やの人っ子一人。でも有名な温泉地なんよ。当時客やてたくさん来るんやから。で、静香の実家の旅館ってどこ？ここからバスに乗って30分ってとこかな。お茶買ってくるわ。なあ、聞いたか、トンネルの話。ああ、新しい道路ができるんやってな。この辺りも賑やかになるな。あ、そうそう、町の不動産屋に聞いたんやけど、この辺で、でっかいリゾート開発の話が出てるんやって。はあ、そうなれば、この辺りの地価も上がるな。ああ、ほんまな。宿に着いたら温泉にすぐ入れるわよ。そうか、楽しみやな。
か。やっぱりそうや、アクセスか。ミサト、そうよ、何年ぶり、高校卒業以来よね。いやー、懐かしい。どうした、大阪で働いてるんやろ。私、帰ってきたの。ほんま、ほなまた一緒に遊べるね。楽しい。じゃあ、もしかして彼氏。うん。うわー、羨ましい。私も頑張っていい男見つけんと。あ、電車来た。ごめん、これから飲み会なの。じゃあね、静かに待ってる、連絡する。バイバーイ。幼馴染なの。昔からあの調子。そう。哲也さん、ほんまにありがとう。何が？哲也さんがお金用意してくれたこと、おかげで200年続いた老舗の温泉旅館を取られなくて済むわ。何このくらいの金。静かな金ならなんてことないよ。でも会社からお借りしたんでしょ。ああ、事情を説明したら心よく貸してくれたよ。ええ会社。うん。静香が旅館のおかみで客も戻ってくるよ。俺やって時期に会社辞めて旅館で働くし、夫婦で頑張れば大丈夫さ。借金なんてすぐ返せるよ。ありがとう、哲也さん。おいおい、泣くなよ。哲也さんに出会えて、ほんまによかった。私、ほんまに幸せ。俺も幸せ。ごめんね。何が？二人の初めての旅行が。こんなことになっちゃって。何言っとんねん。俺は嬉しいよ。こんなに静かと一緒におるの初めてだし。それに会社からや。ちょっとごめんな。うん。もしもし、お疲れ様です。はい。え？500万円ですか？実はですね、いいカモがいまして。老舗温泉旅館の一人娘で、もうじきおかみになるんです。土地家屋をうまいこと来れば、奥は下れませんよ。ええ。500万円はその準備金に使わせてもらおうと。はい。マニュアル通り。え？俺が幹部に？はい！頑張ります！はい！では、失礼します！なんや、ほだる。お前とはもう切れたよ。電話してくんな。うざい女やなぁ。そういうところが嫌で別れたよ。あ？何？金返すやと。あれはお前くれたよ。もらったもんなんで返さなあかんの。あ？何？許さない。勝手にせえ！ほたる。どないしたん？あ、いや、なんでもない。そう？あ、ここや、ここや。あ、時間ちょうだいな。すいません。はい。バスってまだ来てませんよね。はい。あ、よかった。バスの出発時間は電車に合わせてるんです。電車のお客さんが乗る前に出発しませんよ。あ、そうなんですか。よかったな。うん。あれ、どうしたの？具合悪い？もしかして、さっきの電車でよた？うん、大丈夫。そう？なら、ええんやけど。あなた方は秘境館にお泊まりですか？あ、はい、そうです。あなた方もですか？ええ。あ、そうですか。それはようお越しいただきました。やってました。
私は秘境家で仲良しております。奥沢泉と言います。あの、私、時は静香です。時は…はっ！ということは、あなたがお嬢さん？はい。いやいや、私としたことが…失礼をいたしました。いえ、いいんです。男性、私はまだ勤めて3年ばかりのものでして、神さんからようお話だけは聞いておりましたけれども、そうですか、あなたがお嬢さん。はい、私はもう5年ほど帰っていないので。いえ、ようお戻りくださいました。おかみさんはお体の調子が思わしくないので、この後旅館はどうなるのかと、もう従業員みんな心配してたんですよ。そしたら、お嬢さんが引き継いでくれるということになった時でもうみんな大喜びで。よろしくお願いします。そしてこちらが婚約者の方ですか？はい、岸哲也です。ようお越しいただきました。あ、ご自分素敵なお方じゃないですこの子は私の妹です。しずくです。あの人は漁師の熊蔵さん。熊蔵さんが打ったちょうど食べ頃のいい獅子肉があるんです。え、ボタン鍋？ええー、もううちのは絶品ですよ。それ僕らも食べれる？もちろん。よっしゃ！お嬢さん。お嬢さん。お久しぶりです。昔と何も変わってないわね。へえ。私、帰ってきたの。お母さんから旅館引き継ぐの。せやから、もうどこにも行かへん。熊蔵さん、また昔みたいによろしくね。わし、嬉しい。私も、私、結婚するのよ、あの人と。あいつ、いいやつか？え？悪い男でねえか。心配しないで、いい人よ。いい人やから結婚するのよ。お嬢さん、幸せか？幸せよ。ならいい。じゃあ、また後でね。ごめんね、気にしないで。熊蔵さん、昔からああいう人なの。でも、根っから素直で優しい人なんよ。私が物心つく頃から、ずーっと私のことを守ってくれてたの。そうなんや。あの、お嬢さん。はい。実は帰る前にお話ししておきたいことがあるんですが。何でしょう？あ、すいませんね。仲居の私がこんなことを言うのは差し出がましいんですが、辛そうなおかみさんをもう見てられなくて。さっきの話はおかみさんからお聞きですか？ええ、詳しい経緯はまだ聞いてませんが。そうですか。先々月の大雨で裏山が崩れて本館の一部が倒壊しちゃいましてね。修復にお金がかかりまして、方々からお金を借りたんです。でもその一部に問題がありまして。問題？いわゆる闇金ってやつなんです。そうとは知らずにお金を借りてしまって、もうそれが変な契約で、要するに騙されたんです。これはでや、さっきから見とったら、闇金やとか変な契約やとか騙されたとか、引きずってんならな。お姉さん、ええ加減なことほざいるんちゃうぞ。うちは合法で金融業やっとんねや。出るとこ出てもええやで。あなたはその会社の黒岩でもええ。よくもその会社は酷にしてくれたな。違うので、気づかなくて。今日は大事な日。せやから社長自ら来られたんや。あなたが社長だ。おい、あんたは引っ込んどけ。お嬢ちゃん、あんたがおかみになるんやってな。続きはわしが説明したろう。おかみがどうしても金貸してくれ言うから条件付きで貸したんや。その条件は、元本利息合わせて500万円を期限内に返すこと。
返せない場合は旅館の土地家屋すべてを代償として引き渡すこと。ここにちゃんと書いてある。署名捺印もある。その期限ってやつが今日や。せやから今日中に全額払えなければ、旅館も一度もになるってこと。お願いです！もう少しだけ待ってください！おかみさんも病の身だなと返そうと努力してるんです！ですからお願いします！中江は黙っとけ！お姉ちゃん！お嬢ちゃん、久しぶりに帰ってきたのに残念やったな。まあ、おかみになるのは無理でも、次の経営者に雇ってもらえばいい。マッサージ場でよかったら、わしが世話したくて。何やお前！佐藤さん、ダメ！黒岩さんって言いましたね。500万円だ。今日お返しします。何やと？ここにあるよ、500万。これで借金は全て返せる。あんたなんかに土地も家屋も一切渡さへん。おう、兄ちゃん。威勢がええやないか。てめえはやっぱり金目当てか。何やと？哲也さん、ダメ。お願いです。もうやめてください。バス来ないですね。いや、どうしちゃったんですかね。おい、姉ちゃん。いつまでだっても来えへんバスをずっと待ってるほど暇ない。おや、いっそのことここで済まさへんか。そっちは金を持ってる。こっちには契約書が。それを交換すれば、全部チャラや。どや、ええ考えだ。でも、お嬢さん、その方がええですよ。ここで解決して、おかみさんには結果だけ報告すればええやないですか。そうや。そうしよう。な。哲也さん。さあ、500万。ありがとう。500万円、ちょうどでいいんですね。ああ。確かに。お嬢ちゃん、まだ金に困ったらいつでも言えといて。サービスする。よかったですね、お嬢さん。皆さん、ほんまにありがとうございます。いえ、静かのためならこのくらいのこと。愛する者同士が力を合わせて困難を乗り越えて共に歩んでいく。愛があれば何も怖くない。愛は偉大ない。ああ、すいません。いや、他人の話に勝手に口挟んじゃって。あ、いや、こちらこそお恥ずかしい話を聞かせてしまってすいません。あ、いえいえ、話で感動しましたな。はい、なんか勇気をもらいました。私たちも頑張ります。いや、でもその若さで老舗旅館のおかみか。頑張ってくださいね、ゆうきさん。ええ、あ、間違えた。いや、しずかさんでしたね。ゆうきって誰や。まさかまたんだけ。いやいや、ここや、ここや。いや、親戚の子の名前と間違えてもってな。どないしたんやろうな、俺。親戚の子。そう、親戚の子。ほんま。ほんまや。
あなた方、もう用事は済んだはず、その、お帰りにならないんですか？帰る思ったんやけどな、せっかくこんな山奥まで来たんや。温泉に入って、うまい酒と飯でもごちそうになろう思ってな。もう、ちょっと。あ、そや、川湯があったな。今は入れません。なんでよ。先月事故がありましてね。閉鎖してるんです。事故？何があったの？それは、女が、真っ赤な川湯に浮いていた。熊蔵さん？熊蔵さんが第一発見者なんです。湯の中で手首を切って自殺したんです。梅田の第一百貨店で働いていた女性、谷川ホタルちゃん、23歳。お前、なんでそんなに詳しい？新聞読みました。男に騙されて、金取られて、この子、昔から文章の記憶力すごいんです。なんかの間違いや。え？そんなアホな話はない。何？その谷川ホタルは俺が知ってる得意先の人や。さっき、携帯で話したばっかりや。間違いないです。その人、先月死にました。ほな、今本人に確認してやるよ。おかけになった電話番号は現在使われておりません。なんでや、さっきはかかってきて話したのに。ほんまにあるんや、こういうこと。なんや、死者からの電話。ありがとう。来た。な、なんや。やべ、現れた。現れたって？こいつ、昔からものすっごい霊感強いんです。せやから何が現れた？いや、決まってるでしょ、霊ですよ。この駅降りた時から変やと思ってたけど、あなたやったの。どんなやつ？若い女性、あなたにしがみついてる。おい、どうなったんや。動かないで、すごく危険よ。あなたの胸元にしがみついて、あなたを見上げてる。そう、あなたは誰？ホタルさん？谷川ホタルさんね。そう、その人に騙されたのね。だから死んだのね。何言ったのや。でも、もう終わったの。あなたは死んだのよ。ここにいてはいけない。せやから離れなさい。ダメ！離れて！お願い！ロンマクソンマンナーゼンダーマーカルシャーダーソバスヤムチャラザーカーマードーマツサー。ダメ、どれが引かない。やめてくれ、ホタル。俺が悪かった、許してくれ。哲也さん、熊蔵さん、何するの？こいつ、キツネがついている。せやから追い出し。キツネやないの、女の人よ。悪いネギツネじゃ。おい、やめて。なんちゃってね、撃つわけないやん。空砲や、空砲。あいつ飛び降りに逃げて行きよった。ざまあ見ろ。もうびっくりした、ほんま言ったかと思った。もう脅かさんといてくださいよ。心臓が止まるとこやったわ。だいたい猟銃免許持ってるからってむやみに空砲撃ってええんですか？ちょっと問題あるかも。でも迫真の演技やったやろ。いやいやいや、そんな台本にない稽古もしてへんか。本番で突然してんやったよ。アドリブや、アドリブ。みんなもそこそこアドリブりったやろ。クマさんのはやりすぎです。でもうまくいった。
こんなうまくいくとは思わんかった。黒岩さんの作った筋書き、無理があるから大丈夫かなって心配してたんですよ。どう？筋書きは完璧やろ。いやいや、そんだけ俺たちの芝居が良かったってことですよ。とにしょうもんやな。お前が言うな。静香と勇気と名前間違えやがって。ほんまや。すいませんでした。間違えただけやぜ。勇気、ホタル、やったね。ホタルの500万取り返したね。ありがとうございます。ありがとう勇気、本当にありがとう。皆さんも本当にありがとうございます。なんとお礼を申したらいいか。ええんよ、勇気の友達のピンチをほっとくわけにはいかんやろ。そうや。ありがとうございます。ほんまによかった。ホタルの留守録聞いたときはまあびっくりしたけど、間に合ってよかったわ。死なくてよかったでしょ。うん、もうあんなバカなことは考えや。あ、そうや、美里、聞こえんかったけど電話の声ちゃんと言えたんか。完璧よ。おかけになった電話番号は現在使われておりませんでね。緊張して顔踏みつっとったけどな。いや、せもんや。そんなことあらへん。さあ、あいつが帰ってくる。早いとこずらかろう。あ、帰ってパッと待ち上げていきましょう。やったー。いや、え、おとんなくほんまにあった。よっしゃー、楽しみ。ねえ、忘れ物。以上をもちまして、MIS 2020年度研究科の講演を終了いたします。ご覧いただき、誠にありがとうございました。ありがとうございました。